国立科学博物館名誉研究員の萩原博光さんです。萩原さん、よろしくお願いします。はい、まずちょっと自己紹介を FM 田辺のリスナーの皆さんにお願いしできますか。僕自身は1945年ですが、昭和20年に群馬県で生まれて、はい、北海道大学の農学部を卒業しました。それでその後はですね、あの国立科学博物館の方に就職して、うん、細胞性粘菌という生物の一つのグループなんですけど、はい、それの分類とそれから生態ですね、どういうところに住んでいて、うん、どのように世界的に分布しているかということを研究してきたわけです。でその後はですね、2008年に退職しまして、はい、その後はもう自由の身で、毎日が日曜日みたいな形で萩原さん、今いらっしゃる場所はどちらですかね。今はですね、つくば市、茨城県のつくば市です。萩原先生、粘菌の研究をされてたということなんですけども、はい、まあ、今も現在進行だとは思うんですが、はい、南方熊楠さんのことを知ったのはいつ頃でしたか。そうですね、もう今から、まあ、40年近く前なんですけれども、はい、その頃にですね、科学物館に就職したっていう話を先ほどしましたけれど、はい、そのちょうど上司っていうか植物研究部の部長だった小林義雄っていう先生がですね、はい、南方ソサイティっていうとこから、クマクスの菌類図譜の整理を依頼されていたんですね。でその先生からですね、ちょっと手伝いというわけで、田辺に南方邸にですねお伺いしたことがあったんです。なるほど、じゃあ、ね、萩原先生、はい、40年くらい前からも田辺に来たことがあると。あ、そうです。それが最初なんですけど、それで初めて熊楠の標本っていうのに接して、それが出発点になってます、そして熊楠さんといえばやはり粘菌の研究をされていたんですけれども、はい、この点は萩原先生とも一緒なわけですよね。あ、そうですね、はい、で私もですね、熊楠さんのことをちょっと調べるようになると周りの人からにこう熊楠さんを紹介するときに、粘菌の研究をしてたんだよというふうに、そういう人なんだよというふうに言うと、粘菌って何なのって聞かれるんですよ。うまいことこれまで説明できたことがなくて、萩原さんは粘菌のことを説明するとき、なるべくこう柔らかくというかシンプルに紹介するとき、どんなふうに紹介しますか。あ、本当ですね、一番最初にですね、ほら、年金制度のお金をもらって、老後生活できる年金ってありますよね。そこから入り込んでいくんですけど、都心にお金の年金ですね。その年金とは違いますっていう形で話すんですが、はい、一番の特徴はですね、金っていう名前がついているんですけれども、キノコとかなんかとは全然別の生き物なんです。どういう特徴があるかと言いますとね、はい、キノコっていうのは、シリタイって言ってますけど、キノコの形したものをシリタイと言ってますけれども、はい、そこには胞子をたくさん作っているんですね。その胞子が風で飛んで、地面に落ちたりいろんなところに、環境のいいところ落ちると発芽して糸状の菌糸っていうのを発達させて、要するにカビの状態になっていくわけです。しかし同じ菌という名前つく粘菌はですね、はい、実は胞子が発芽するとアメーバーになるんですね。でアメーバー、見たことのある人ってのは意外に少ないんですけれども、学校で教わるもんですから大体皆さんイメージを持っているんですよね。でアメーバーというのは形が決まってなくてニョロニョロ動いていくと、で顕微鏡でないと見ることができないくらい小さいもんだという、はい、ことは大抵の人は認識しているんです。でじゃあ粘菌のアメーバはどんなものかと言いますとね、はい、餌を食べて、大きくなるっていうのは同じなんですけれども、大きくなっても分裂しないんですね。普通は二分裂してどん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 増えていくんですけれども、粘菌のアメーバはですね、餌を食べて成長するとどんどん大きくなって、そうですね、ちょっと大きいのですと手のひらサイズぐらいになるんです。へえ。さらに大きいものはですね、はい、1メートル四方ぐらいに広がったりすることもあるんですね。
それは随分大きいですね。もう巨大なアメーバ、普通の常識から考えられないほどの、形態をしている巨大なアメーバって言えると思います。でそのアメーバはですね、成長してある時期になると今度はキノコみたいな形に変身するわけです。で巨大なアメーバは変形体と言っているんですけれど、はい、変身して小さいキノコの、まあ、小さいキノコみたいなんですけどね、それを無数の数を一つのアメーバから作るわけです、うんうんうん、でそれはもちろん C 体と言ってますから、あの胞子を作ってるんですけれども、その胞子はまた最初に言ったように発芽するとまた小さなアメーバになると、そういう一生を送る。要するにアメーバって言ったら動物っていうイメージですよね、ですから動物の時代と胞子って言ったら今度は植物、まあ、キノコですから、昔の人はみんな植物の仲間に入れていたわけですから、ですから動物の世界と植物の世界を行ったり来たりしている変な生き物というふうに、実はちょっと前まではそう言われていました。ああ、なるほど。ですから年配の方々はそういうイメージで年金っていうのを思っているんじゃないかと思います。はあ。この動物と植物の、まあ、性質を行ったり来たりしてるっていう説明はなんか非常に分かりやすい感じはしますけれども、まあ、厳密に言うとやっぱ違うところが、厳密に言うと違うところありますよね、はい、今はですねいろんな研究が進んでいて、例えば電子顕微鏡ってありますよね、はい、電子顕微鏡は微細なもう細かいところの要するに、細胞の構造とかそういうのを調べることができます、でそういういろんな、実験、まあ、観察が進んだりしたことと、うんうん、それからもう一つは遺伝子分子系統学という遺伝子 の DNA の配列を見たりしてそれを比較して生物の系統を推定する、はい、学問というのが、うんうんうん、すごくこの2、30年の間に発展したんですね、うんうんうん、でその両方から調べた結果がですね、はい、年金っていうのは動物とは違うということははっきりしたんです。へえ、それはなぜ動物と違うんですか。あ、動物と違うっていうのは、はい、その遺伝子の系統関係から言ってですね、全く違うものだと、うんうんうん、で金という名前がついてるけども、はい、菌類とも違うということが分かったんです。あ、菌類ともまた違う。はい。ほう。ですから動物でもなければ植物でもない、うんうん、菌類でもなければ動物でもないということですね、うんうんうん、じゃあ一体何だろうか。そうですよ、そこですよ先生、はい、それで今はですね、はい、アメーバの仲間っていうのが一つの大きなグループ、動物とか植物とか、うんうん、菌類とかそういう大きなグループと同じ一つの独立したグループだっていうふうに言われてる。それはもう最新の研究成果ですね。この広くアメーバの仲間、独立したグループが年菌だと、はい、そうなんですね。で、はい、そのアメーバの中でもすごく変わったグループですね。なるほど。普通のアメーバは胞子を作らないんです。あ、なるほどなるほど、そういう点でもちょっと特殊な、生き物と言えると思います、うんうん、いやぜひね今の研究の成果も南方熊楠さんにね見ていただきたいなと思いますけども、はい、ね、現在ですね、南方熊楠検証館では月例展、はい、熊楠とゆかりのあった人物をシリーズで取り上げてまして、はい、第38回今井三枝さん、まあ、漢数字で3で子供で今井三枝さんという方なんですが、はい、この今井三枝さんの展示研究員として萩原先生が一役買っていただいたと伺っております、はい、この今井三枝さんという方はどんな方なんですか。今井三枝という人はなんで北海道大学の卒業生で、あ、じゃあ僕にとっては大先輩な。そうですね、萩原先生のもう大先輩ですね、はい、で、まあ、一般的には日本が生んだ世界的に有名な金学者の一人と言われて、うん、キノコをやってる人はもう誰でも知ってる人です。キノコを研究してる人、菌学者というふうに言うんですね。菌学者ですね、
で医学者であれば、うんうん、今井先生って言ったらもう有名な先生と知られる。北海道の今井さんと和歌山の熊楠さんというのは交流があった。そこが面白い。今度 その今井さん視点の一つの大きなテーマになってるんですけど、はい、あの今井さん氏って人は北海道大学で金学の研究を していた若手の時ですね。ちょうど会ったのがですね、はい、熊楠が60代の前半で、今井さん氏がまだ20代だったこと。あら、その頃に会ってるんですけど、その会うきっかけになったのはですね、はい、今井さん氏が北海道で研究していたあるキノコについて、熊楠がそれを採集したっていう記録が残っていて、それでその熊楠に手紙を書いて、その標本をぜひ見たいということを出すわけです、うんうん、なるほど。それに対して熊楠は即返事をして、うんうん、もう喜んでお見せすると、そういう手紙が一番最初、それが何年でしたかね、最初でしたよね。熊楠さんのその返事の速さからすごく喜んだいる姿がなんか目に浮かびますね。いや本当にね、手紙の内容から言ってもそうなんですけれども、すごく信用しきって、信頼しきってるっていうか、うんうん、後には自分のあのキノコの一番でしたっていうふうに自慢していやでも60代前半の熊楠さんのもとに20代の北大の今井さんから手紙が届いてっていうのはすごい、やっぱなんかそれだけ聞いても嬉しかったろうなっていう感じがしますね。そうですよね、はい、いやおそらく喜んだ、うんうん、その手紙のいくつも手紙が往復書簡として残っているんですけれども、はい、その中を見ていると、その今井さん氏がやろうとしていることに関しては、熊楠陣がやったことは全部プレゼントすると、どんどんやってくれて、分かんないところはいろいろディスカッションしようとか、そういうすごく好意的なですね、内容が手紙の中に残ってますね。いや素晴らしいですね。いわゆるこの後進を育成するのにもう全てをこう捧げてくれたわけですね。そういうことみたいです。ではこの萩原さんが今回展示研究員を務められた月例展、熊楠とゆかりの人々今井さん氏、はい、今の手紙のやり取りも非常に見どころだなと思うんですけれども、はい、特に萩原さんが今回の展示で面白いなと思う点はどんなところですか？そうですね、一般にですね、熊楠は粘菌のことの研究に関してはもうよく知られてるんです、はい、ですけどキノコの研究を発表したっていうことに関してはですね、ほとんど全く知られてなかったんですが、今度のその月例展今井さん視点で詳細に、ね、紹介してます、はい、それが一番の、目玉になるんじゃないかなと思ってますけど。キノコをマクマグスさんが研究していたという内容ですね。はい、で今井先生、今井さん氏と共同で新種発表とかなんかをしてるわけです。へえ、そういうのがそれまであんまりほとんど一部の人は知っていたんですけど、知られてなかったもんですから、それを今度は公にして紹介するっていうことになります。やっぱり先生の目から見ても熊楠さんのキノコ研究っていうのはちょっと面白いなって思うところがありますか？それはね、有名なものとしてはですね、はい、カットしてなかったんですけれども、熊楠がキノコの図譜っていうのをですねたくさん書いてるんですよ。それで本人もそれを手紙の中で自慢してます。いろんな人の手紙これは日本の宝だって言ってるくらいに図譜を書いてるんですね。いやー、なんかいつか熊楠キノコギャラリーみたいなものが見たくなってきましたね。そうですね、はい、ぜひ。これは面白い展示になると思います、はい。こちらの月例展3月8日日曜日まで南方熊楠顕彰館で行われております。2月29日の土曜日午後4時から、3月1日日曜日の午後
1時から、また午前11時から全3回、今ご出演いただいている萩原先生、講師にお迎えしてギャラリートークも3回開かれますので、リスナーの皆様、ぜひ足を運んでいただければと思います。ご出演いただいたのは、国立科学博物館名誉研究員の萩原博光さんでした。萩原さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ギャラリートークの方よろしくお願いいたします。